皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造経済公式テキスト3ユニット1の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。皆様よろしくお願いいたします。まず最初に使う教材のご確認の方をさせてください。はい、こちらの公式テキスト、ですね、3こちらの方だけを使ってやらさせていただきます。じゃあお手元にご用意ください。はい、でこの公式テキスト3をですね見ながら約3時間ですねやや早口で説明していきます。で聞き逃したところは収録講義なんで止めてですね、もう一回聞き直していただいて、で手を動かしてメモを取っていただくといいと思います。手を動かさないとですねなかなか脳が刺激しません。ただ聞いているだけではダメなんでね。ですから皆様ですね、僕がお話しさせていただくところをテキストなどにメモしながら聞いていただければと思います。180分しかございません。したがってまあポイントを絞って、特にですね、この中でも皆さん苦手にしている経済の中の本当の経済、マクロとかミクロですね、そちらの方を中心に、説明させていただきます。また公式テキストやなんかにですねこの下の方に、緑色の言葉があります。まあ、今111ページのところ開いてるんですけど、イノベーションとかね、これまあ昨年のテキストではキーワードという形で載っておりましたので、まあわからない言葉やなんかはですねご自身で調べたりすることによって、まあ少しですね手間になりますけど、急げば回れはないですけれども、調べることによって周辺知識などもつきますので、こちらの方も、やっておくといいかなというふうに思います。そしてこれらですね全体構造の、約180分3時間を視聴したら過去問の方もトライしてみてください。これテキストを隅から隅まで読んでですねでやってたらちょっと遅いですし、テキストが全部出るわけでもありません。でまさに経済のマクロとかミクロ、これ、専門で勉強されてない方はとても難しい分野でございますので、ここなんかねもしやってたらですねなかなか終わらないということになりますので、あくまでも過去問を通して知識の定着、よろしいでしょうか。テキストは過去問を解くためのサブテキストで、メインは、担当過去問集と過去問解説集になりますので、そちらの方を中心に使っていただければというふうに思います。はい、よろしいでしょうかね。でまず最初にですね勉強するのはですね、まさに経済分野って書いてあるんですけども、この本ですね、これね経済知識ですね。経済だけではなくてですね、実はこの最初のコンテンツなんか見ていただきますと、最初の方が経済、本当の経済なんですけど、経学とかも実は入ってきてるんですね。経済と経学で大学で経済学部と、経営学部があるように全然違いますけれども、一応経済という大きい意味で経済でまとめてます。その中でもですね、特に皆様が苦手とされているこのコンテンツで見るところのですね、最初2ページのコンテンツですね、マクロとミクロ、はい、マクロ経済とミクロ経済ですね、こちらをちょっと中心に見ていこうかなと思います。マクロね、はい、からミクロですね、こちらを中心に見ていく。どうしてもですね過去問解説になりますと、その辺のところ詳しくやることはなかなかできませんので、180分のピンポイントと申し上げたんですけども、ややですねマクロとミクロの経済のところに時間を割きたいというふうに思います。ここはなかなかですね理解がいるところでございますので、少し私の方で補足させて説明させていただく。で他の分野も大事じゃないのかと、もちろん試験的には、大事でございますけれども、まあ経済よりもちょっと難しくないもんですから、まあ、ご自身で読んだりすればなんとなく分かる部分もありますので、一番受験生さんが苦手にしているマクロとミクロ経済、そこを中心にやりたいというふうに思っております。ですからまあ経済ね得意な方、大学の時に経済勉強しているよって方にとっては少しですね物足りない講義になるかもしれませんので、そこの辺のところはご了承いただければと思います。はい、じゃあですね少し見ていきたいと思うんですけども、まずコンテンツのところをですね、テキストですね見るとマクロと書いてますね。マクロとミクロがこう実は大きく分かれます。大学の経済の勉強ではマクロとミクロですね。最近はまあ行動経済学なんていう言い方もものもあるんですけど、基本はマクロとミクロになります。で経済分野はですねこれ合格をするための基本的な勉強にとどめる方がいいです。ぶっちゃけですね経済ほとんどやらなくて合格されてる方もいますので、経済が取れないと受からない試験にはなってませんので、足切りがあるわけではないのね。だからまともにやると非常に奥が深くて、難しい分野です。なぜなら、このアドバイザーの試験の中でこう、ね、ノーベル賞があるのがこのまさに
経済学の部分ですから、皆様は別に学者や研究者になるために経済の勉強をするわけではなくて、あくまでもアドバイザー試験に合格するためですので、割り切ってやるということが大事になります。ですから、まあ、持っていけるだけ持っていけばいいという形になります。で、最悪、経済で点取れなかったら違うところで点を取る経営の部分とかね、そこになりますので、まあ、この辺のところは、担当の解説編のところで、まあ、この経済の問題難しいから、あまり無理しなくていいですよと、まあメリハリですね。経済が嫌でこの勉強が進まないになるともう本末転倒でございますから、だったら経済はとりあえず一旦無視して、もしくはやらなくて他の分野で点数を取っていくというのが受かるための戦略としてはありかなというふうに思っております。まあ、詳しくは担当の方でお話をさせていただきます。じゃあマクロとミクロですね。ここにちょっとコンテンツにはマクロ経済、これはマクロですか、巨大なというような意味でございます。まあ、要するに政府とか企業とか家計をですね、ひとくくりとした経済社会をですね、まあ、全体の動きです。まあ、大きな動きですね。国や政府レベルで物価や消費金融なんかを考えようという話です。一方ミクロはですね、家計や個人企業を最小単位として考えるということになりますが、まあ、小さい視点で考えるのが、ミクロということになるわけですね。例えば、需要と供給、中学校とかで習った時のキャベツ1個の値段とかね、その時の値段 と量をどうやって決めるのかとかね、そういう話になるわけですね。はい、じゃあですね、少し前置きが長くなって5分ぐらい経ってしまったんですけど、じゃあ見ていきたいと思います。基本的には皆様のお手元にあるこちらのテキストを使っていきます。じゃあマクロの方からまず見ていただくんですけども、はい、こちらのですね12ページ開いてください。で、12ページのところですね、私ちょっと落書きの方してありますけど、あまり気にしないで見てくださいね。はい、ここですね、12ページ、はい、右側のところに三面等価の原則ってないですか、下の方ですね。皆さん見えますかね。同じテキスト使ってるといいと思います。はい、12ページの丸3、三面等価の原則です。この三面等価の原則って何ですかっていうと、皆様ですね、鏡の三面鏡、突然こんなこと言ってあれですけど、鏡の三面鏡をちょっとイメージしていただくといいんですけど、三面鏡っていうのは、映ってる方向が違うだけで結局映ってるもの自体は一緒なわけですよ。まあ、奥様とかね、お母様なんかがね、三面鏡とか使ってらっしゃった時に、その人自体は一人でしょ、ただ見ている方向が違うわけですよね。これ三面ということですね。で、これは三面等価の原則ですから、経済を3つの面から見ると一致するんだという話になるわけです。この3つの面というのはどこになるのかというとですね、こちらのテキストのを見ていただきます と、私がシャーペンで指しているところを見たらね、生産と支出と分配、この総量は同じになるということです。いいですかね、ちょっと何行目とか言ってませんけれども、いいですか、同じように見てくださいね。生産と支出と分配、こちらの総量は同じになる、これが三面等価の原則です。生産イコール分配イコール支出ということです。これちょっと私の方でね、汚い字で書かさせていただきましたけど、まあそういうことですね。ちょっとだけ補足させていただくと、はい、よろしいでしょうかね。企業で生産されたものは売上となって、それが従業員に、所得として分配されて、それで給料が入りますからね、所得、給料所得って入りますので、で分配された所得が支出に回るという形です。いいですかね、もう1回しか言いませんので、聞き逃した方はもう1回聞き、返してください。そうするとですね、時々ですね、皆様の中からご質問があるんですよ。例えばですね、はい、生産額がまあ500兆円あると、まあ、マクロですからでかく言ってるんですけど、ね、生産額が500兆円あると、ね、企業のね、では在庫があっても三面等価は成立するのかっていうご質問を時々受けるんですよ。例えばね、生産額が500兆円あった場合、生産と、ね、分配と支出がイコールになるんであれば、この場合ですね、企業が在庫があっても成立するのかと。じゃあ500兆円のうちの生産のうちね、100兆円の在庫があると、これ売上が400兆円しかないじゃないですか。そしたら従業員に対する所得と分配としてもね、在庫の100兆円は引くことになるんじゃないかって話です。ただこの場合ですね、経済でこう考えるでしょう。この在庫100兆円は自社内に保管しているので、まあ、いわゆる工場とかね、倉庫にね、だから企業自身に分配されたというふうに考えるんですね。
いいですかね、在庫は企業自体に分配されたと考える。一応ねこれも書いてあるんですよ。どこに書いてあるかテキストスッと横にずらしていただくと14ページでござあごめんなさい13ページでございますね。13ページです。これの右側ですね。ちょっとここで私囲ってありますね。よろしいでしょうかね。何行目とちょっと言いませんけど囲ってあるところね。私あの画面見てくださいね、はい、そうするとこのところで在庫投資にはいわゆる売れ残りが含まれるってこと、定義上は支出と国内総生産が一致し3面投下は成立という形になりますので、まあ、いわゆる企業に残った在庫もこれは在庫投資という形で投資されているんだということです。ですからですね、経済勉強される方、あれと思う方、それから中学校の時に勉強された3面投下の原則、なんか聞いたことあるなっていうふうに思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、もう基本的な経済のまず前提の考え方、出発点としては生産と分配と支出はイコールになると、これは少しですね押さえておいていただくといろんなところで使える知識になりますので、生産分配支出はイコールになるんだということを少しね、覚えていただければいいかなと思います。で次に見ていただきたいところはですね、テキストちょっと戻ってですね、はい、13ページの左上、国内総生産ということですね。国内総生産に見ていただきます。で国内総生産については、はい、最初のところですね、定義ありますね。左側の13ページの左側ですね、はい、国内総生産は一つの国の一定期間に、まだで1年でしょうね、はい、財やサービスの付加価値の合計、付加価値の合計、いいですかね。で大事なのは付加価値です。これ総売上とか NG ですから、あくまでも価値の足した分の合計という形になります。でちょっと私の方でこれ、ね、メモね106ページって書いてありますので、皆さん同じくね106ページちょっと見てみましょうかね。106ページね、はい、よろしいでしょうか。テキスト106ページで確認します。付加価値のところですね、はい、ここですね、はい、で106ページの右側見てください。ここですね、私の方で2で付加価値って書いてありますね、はい、ちょっと大きくしましょうかね、ぎゅーっと、はい、ここですね、付加価値ね、単なる価値なんです。ここですね、一般に3行目でもね、売上から原材料とか設備費などと支払い金額を差し引いた部分の、価値ですね、これを付加価値ですね、まあ、プラスアルファの部分というようなイメージでしょうか。だから付加価値が高い会社は非常に利益が出るって話ですよ。だからこのところ一番下の方ですね、見ていただくと、ちょっとごめんなさいね、ちょっと私手が荒れちゃってるんで、ちょっとあまり見せるとどうかなと思ってる。ここですね、テキストですね、下の方を見ていただきますと、はい、言い換えればって書いてありますね。顧客が満足して初めて企業活動の意義や商品サービスの付加価値が顕在化し、それらが大きいほどってことは、付加価値が大きいほど企業の利益の儲けも大きくなるということになりますね。まあ、すごくですね雑な言い方で申し訳ないんですけど、アプリやなんかでスマホってアプリ儲かってるんですけど、なぜ、儲かってるかっていうと、スマホってのはね原材料とか人件費とかで、で作っていくわけですね。た時にまあ例えばですよ、いくらか私知りませんから適当なこと言って申し訳ないんですけど、例えば原材料とかが全部で2万円か3万円なんだけど20万で売ってれば、まあ単純に言うとその差額が付加価値ですよね。で付加価値がいっぱい高い企業が当然利益が出るというような、そんなイメージで持ってください。あくまでも付加価値の合計という形になりますので、総売上高の合計とかではございませんので気をつけていただければと思います。付加価値の合計です、はい、よろしいでしょうかね。じゃあ次ですね、見ていただきたいのが、ございます、はい、次がですね、ちょっと飛びますね、全部がちょっとお話できないんで、まあポイントポイント、あ、ここ行きましょうかね。16ページ行きましょうか、公式テキスト16ページ、はい、16ページですね、これ16ページですね、16ページです。で16ページに図があります。まあ図を中心に結構お話をさせていただくといいかなと思いますので、なかなかですね皆様、グラフとか図苦手な方います。図表 1-4 フィリップ曲線というのをご説明させていただきます。でこれ結構有名です、まあ、ちょっとどうしてもですね全体構造とはいえですね、やっぱり単発的な知識中心になるべく、皆さんにね
細かい知識でもいいですから持ってっていただこうと思ってます。このフィリップ曲線ととりあえず説明します。でこれ何ですかっていう話ですと、インフレ率が縦で、失業率が横という関係なんですけど、これかなり有名なことです。でこの場合ですね、私の汚い字ですね、トレードオフの関係、両立できないと書いてあります。もしよければ、手を動かしていただければいいと思います。でこのところのですね、はい、このグラフの下、ここですね、失業率が、低下するとインフレ率が高くなり、逆に失業率が高くなるとインフレ率が低くなるという、関係があるというふうに、書いてあります。でこれどちらかでちょっと覚えていただくといいと思います。はい、経済が発展していると緩やかにですね、インフレになるというふうに言われてます、ね、日本はずっとデフレでしたけど、はい、インフレね、今ちょっとですね物価が上がりすぎちゃってちょっと問題ではないのかって言われてますが、景気がいい時っていうのはですね、一般的に緩やかにインフレ状態になっているというふうなことを言います。まあ、皆様のですね、お父さんとか、中には、皆様が、青春時代とかですね、皆様の場合によってはおじいちゃまがですね、このいわゆる高度経済成長の時に働いた時、毎年毎年給料が上がる、その代わり物価も上がるというような、そういうような感じですよね。はい、でこの時にですね、少し言われているのが、はい、失業率とインフレ率の関係です。インフレ、物価が上がることですよね。はい、これ見ていただきますと、はい、物価がこれですね、はい、上がるんですね。これインフレですからね、と物価が上がるということですね。逆にということで、あ、ここでいいか、インフレが高くなる、失業率が低下すると。はい、物価が上がると失業率で、失業率が高くなると、こっちが高くなりますと、この場合はインフレ率が、低くなる、ね、この関係あります。これトレードオフ、両立できないということになりますので、これはもう理論的には証明されています。まあ、今どうでしょうかね。まあ、インフレになってますので、インフレになると結局ですね、失業率は下がります。まあ、ちょっと言い方あれですけれども、簡単に言うと、まあ、物価の中にですね、人件費なんか入れるからですね。でデフレになると、もう値段が安くなりますから、人件費を削らなきゃいけないって話になりますよね。デフレですからね、物価下げるためには人件費削ろうって話出てきますね。ってことになると、当然失業率が高くなるという感じです。ここちょっと覚えておくといいかもしれません。結構有名ですね、トレードオフの関係という感じになります。